何も持ってないよ。財布さえあれば、マグロでも鮭でも君におごったけど、今は財布がないし。俺もお腹が空いているから、君をパンに挟んで食べてしまうかも。わかってる。俺は意地悪を言ったんだよ。多分、俺は傷ついてるんだ。分かってもらいたいんだけど、俺は普段こんな浮き沈みの激しい人間じゃない。いつも適切な距離で人付き合いをしてきたし、彼女に振られてもすぐに立ち直った。白状だなんて言わないで。立ち直ったっていうよりも、付き合う前から覚悟していたんだよ、別れが来ることを。そうだ、人に出会うたび俺はさよならの練習をしていた。人は孤独な島の主。悪くない考え方だろ。誰かに期待したり執着しなくて済む。それなのに、どこで間違えたんだろう。顎が痒いのかい。この島に来てからおかしくなった。あの考えのままでいられたなら、宗定さんと喋れなくたって仕方ないですねと言って諦められた。柊さんにあの頃は戻らないって言われても、そうですねって諦められた。一人にしてくれって司に言われても、こんなに悲しまなくて済んだんだ。ん？今日？今日は俺を忘れてたよ。子供だったから。そうだな。また忘れられてしまうかもしれない。だとしたら、この時間は何のためにあるんだろう。どうせ別れるのに。どうして人と出会うんだろう。みんな死んでしまうのに、なぜ生きてるんだろう。何やってんだ、お前。今日こんな風に出会ったって、また俺を忘れるかもしれない。は？俺が帰ったら嫌だって泣きながらしがみついてくれたのに、君に惜しまれて俺は感激したのに。どうした、何言ってんだ。こんな暑いところで座ってると熱射病になるぞ。ドラジーと遊んでたのか。ドラジー？ジジイになったドラ猫だからドラジー。昔は近江校のボスだったんだ。年取って丸くなって下克上された。年下のつもりで話しかけてた。失礼なことしちゃったな。ドラジーと話してたのか。俺が一方的にだけど。変なやつ。司はどうした。一人になりたいんだって。ああ。どうしたんだよ、変な顔して。顔は生まれつきだ。顔の作りは悪かねえよ。何か嫌なことがあったのか。言っても仕方ないことだよ。いいよ、言ってみろ。君が俺を忘れた。あんなに俺を好きでいてくれたのに。
そんなの仕方ないだろう。子供だったんだから。バカじゃねえの、お前。そんなことで、この世の終わりみたいな顔してさ。バッカ見て。本当に好きだったんだな。俺たちの、島にいた時のこと。そうだよ。機嫌直せって。これからは、もう忘れないからさ。前科のある人は信用できない。3歳児と20歳の記憶力を一緒くたに判断するなよ。不条理なことを言ってるのは分かってるよ。でも諦めていた方がいいんだ。またがっかりしなくて済む。忘れねえよ。約束する。もうソータをがっかりさせないから。覚えてなくて、ごめんな。ごめんなんて。今日は悪くないだろ。子供だったんだ。俺が一番そう思ってるよ。でも嬉しいよ。ありがとう。優しくしてくれて嬉しかった。今日だって触るよな。俺だけベタベタしてるわけじゃないよな。お前が下見てるからだろう。年上のくせにくだらないことでへこみやがって。元気出たよ。ほら後ろに乗れ。仕方ねえから家まで乗せてってやる。自転車の後ろ？無理だって。重いし、怖いよ。度胸出せ。ガキだってやってるぞ。子供だからできたんだ。格好つけて見せろよ、お兄ちゃん。やってみるけど、一つだけお願いしてもいいかな。なんだよ、段差は避けてやる。本当に忘れないで。俺は今から割と勇気を振り絞るよ。あんたの勇姿次第だ。行くぞ、せーの。あ、怖い。乗れ。下り坂だ。手離すなよ。離さないよ。ジェットコースターよりスリリングだ。病院どうだった？検査の結果待ちだって。もしかしたら司の記憶障害は心因性じゃないかって言われた。ショックを受けたとかで？悲しい出来事とかで。記憶を思い出した司が今と全然違う司だったらどうする？司が知らない人になってどこかに行ったら今日も嫌だよな。あんたが嫌なんだろ。なんで？松永司に似てるからか。ああ、わからないけど。連絡先調べてきたぜ。
兄貴に見つかりそうでヒヤヒヤした。進水式でお兄さんに会ったよ。あんたも進水式に行ってたのか。へえ。兄貴はなんて？あの頃には戻れないって。ああ、それであんた落ち込んでたのか。言わなくていいことを。なんであいつは言うんだろうな。言わなくていいことかな。違うか。宗貞さんにも会ったよ。話しかけてくれたし、俺の手を取ってくれた。宗貞さんが？だって進水式だったら神事のために来てたんだろう。船でお祓いしてたよ。かっこよかった。黒い袖がはためいて。あんな目立つ格好でお前に話しかけてきたのか。花さんが亡くなったことくらい知ってるだろうに。宗貞さんに今夜会わないかって誘われたんだ。は？迷ったんだけど行くことにした。やっぱりあまり良くないことだったかな。近江のご当主がいいとおっしゃるならいいのかもしんねえけど、断れるなら断った方がいい。あんたまで余計なこと言われるぞ。俺のことは別にいいよ。宗貞さんが叱られるんじゃないかと思って迷ってたんだ。よかねえだろ。あの人はいいけどさ、なんか言われたって家が守ってくれる。噂なんか慣れてるだろうし、お前はあと1ヶ月島に残って年祭をしなきゃならないんだ。今日降りようか。平気だって。断れよ。断りにくいなら俺が話してやる。おっかねえけど。おっかない？近江のご当主怖くない？宗貞さんは優しい人だよ。俺の人生で優しさの 1,2 を争うくらい優しい人。それ別の人じゃねえの。なんで怖いんだ？顔？顔もだけどさ、かっこいいじゃないか。宗貞さんは浪人だったら貧しい農村を守って戦うタイプだよ。特殊任務に就いたスパイだったらチームのために犠牲になって最終兵器のスイッチを押すタイプ。沈没する豪華客船に乗った画家だった場合は。お前宗貞さん褒めてばっか。ほくろが可愛い。可愛いってキャラじゃないだろう。君だよ。首の後ろにある。バカじゃねえの。今日は素直で愛嬌があって本物の弟みたいに可愛いよ。俺の方が年上なのについ頼ってしまうくらいしっかりしてるし、親切ないい子だし。いきなりなんだよ。宗貞さんばっかりって言うから君のことも褒めた。いい子だな今日は。ガキ扱いしやがって。記者のことは聞いたのか。ああそうだった。河原にテントを張って暮らしてる人がいるんだって。その人が島の人に尋ねたらしいんだけど、今日は坂送りって知ってる？渡先生は君なら知ってるんじゃないかって。今日前危ない。東京の人間には分別ってもんがないのか。俺に言ってるのか。そいつどこにいるって。河原のテントって言ってた。行ってみようぜ。テントを張れる場所なんて限られてる。坂送りは言ったらいけない言葉だったかな。気分のいい言葉じゃない。俺もよく知らないけど、花送りの逆さを示す意味なんだ。成仏してくださいじゃなく地獄に落ちてくださいっていうような意味。あ、渡りの人間だってそう知ってるやつはいないのに。そんな言葉どこで聞いたんだ。記者だかなんだか知らないが、
面白半分で島の風習を書かれたらこっちが迷惑する。司に関係あろうとなかろうと、とっ捕まえて叩き出してやる。この辺に飛び込みができる岩がないか？宗貞さんが飛び込んでた気がする。ああ、流れが緩くなって水が深くなってる縁みたいなところな。そうかもしれない。懐かしいな。昔ここに来た時、君が小石で足を切って大変だったんだ。泣き止むまで司兄が抱っこしてた。泣いてる以外は俺のエピソードないのかよ。難しいことを聞くね。難しいのかよ。プロフェッショナルモードで体力回復アイテムを発見するくらいには。松永司とそんなに仲良かったのか？宗貞さんとも俺も兄貴も。そうだよ、みんなで遊んでたんだ。俺は何度かサンダルを流して、その度宗貞さんが取ってくれた。だんだんそれが面白くなって、わざと流して遊んでたらバレて俺ごと川に沈められたんだ。ホラーじゃねえか。怖いかな。俺は面白かったけど。そういう時って兄貴は何してんの？一緒に混ざって遊んでるわけ？周さんはだいたい本を読んでた。宗貞さんがよく怒ってたよ。お前も一緒に面倒見ろって。ダメなやつだな、昔から。マイペースなんだよ、今も昔も。本当に危ない場所に行くときは自然とそばについていてくれた。子供の俺から見ても宗兄と周兄は頼もしいコンビだった。喧嘩はよくしてたけど。想像もできないな。兄貴に聞いてもはぐらかされたし。あの人執着ないから、家にも人にも。ああ。あそこにあるのテントじゃね？記者の人ですかって聞いて、はいそうですって素直に教えてくれるかな。教えるさ。情報を提供したいって言えばいい。食いついたら宝物殿嵐の記者だ。賢いな。魑魅魍魎と暮らしてりゃ知恵もつく。すいません、少々よろしいでしょうか？東京から来た記者の方がいると人に聞いてきました。俺でよければ情報提供をしたいのですが。今出ます。まさか。あんたが東京から来た記者。あ、津森先輩。は？鈴村か。お久しぶりです。こんなところで会うなんてびっくりしました。島にも旅行で来たんですか？春沢先輩は今日は一緒じゃないんですか？遥かか。遥かはダメになったんだ。え？そうなんですか。
鈴村、お前はなんでここに？情報提供って言わなかったか？いえ、先輩のことを東京から来た記者だと間違えたんです。俺でいいんだよ。情報提供って鈴村がくれるのか、それともそっちの彼？提供者は俺だよ。まずはあんたの名刺を出してくれ。名刺な。いや、ちょっと待って。はい、どうぞ。あんまり聞かない出版社だろうけど。どんな記事を書く？中之島の風土について。最も知りたいのは3つだ。御事祭り、22年に一度近江の禁足地で近江当主が行う島の被災、逆送り、島に伝わる葬式の一種だ。古い呪術だとも言われている。最後に神隠し事件。渡りって家の長男が失踪して3年後に戻ってきた事件だ。事件の真相は未だに分かっていない。このネタについて重要な情報があるなら謝礼を弾む。どうだ、何か知らないか？いくら出す？内容によるが、5万、10万、20万まで弾んでもいい。そんなはした金で土地と家族を売るバカはいねえよ。おい、待てよ。あんた、近江の宝物殿を荒らしたろ。これ以上好き勝手できると思うな。荷物をまとめて東京に帰れ。頭の固いことを言うなって。君、若いんだからさ、お金欲しいだろ。先輩、やめてください。いいから鈴村。それともお前何か知ってるのか？この島とどういう関係だ？祖母が島の出身でした。先輩、どうしたんですか？つもり先輩らしくないですよ。マジか。なら話をつけてくれよ。少しでいい。おばあさんに会えないか？祖母は亡くなりました。葬儀のために帰ってきたんです。亡くなった？花送りはしました。花がまだあるだろう。送り花か迎え花。ちょっと見せてくれ。見せてくれって何を言ってるか分かってるんですか？大概にしろよてめえ。今日ダメだって。なんなんだよこいつ。お前の知り合いなのか？大学の先輩だ。今日手を出したらダメだ。タナさんをバカにした奴をかばうのかよ。手を出すなって言ってるんだ。警察を呼ばれたら君の負けなんだよ。子供じゃないって言うなら冷静になって我慢してくれ。ありがとう。俺に少し話をさせてくれるかな？大丈夫ですか？ああ。殴ったりしてすいませんでした。でも、俺も怒ってますよ。祖母は亡くなったばかりです。彼は俺の祖母と親しくしてくれていた子です。いたわってくれとは言いませんが、肉親の弔いを興味本位で話されるのは
いい気がしません。悪かった。おばあさん亡くなったんだよな。無神経だった。謝るよ。だけど、なんとか見せてくれないかな。できるなら譲ってほしい。何言ってるんですか。金ならいくらでも出すから。狂ってんのかこいつ。今日やめろって。てめえは金を積まれりゃ身内の位牌も他人に差し出すのか。話せよ。そうだ、テントに火つけて叩き出してやる。そんなことしたら犯罪だ。つもり先輩も一体どうしたんですか。あなたはそんな人じゃなかった。思いやり深い優しい人だったのに。社会に出れば多少変わるさ。なあ鈴村、大見か渡りに取り次げないか。できれば渡りがいい。神隠し事件の真相を知りたいんだ。4歳だった渡り柊が御事祭りの最中に忽然と姿を消した。戻ってきたのは3年後、彼は7歳になっていた。今日ダメだよ。名乗ったらダメだ。今なんて言った。大海さん家にも渡さん家にも知り合いはいません。いたとしても今のあなたは紹介できません。鈴村、何があったのか知りませんが、とても残念です。優しいあなたが好きだった。俺に聞かれたくないことは決して聞かずに、言いたくないことは言わせなかった。俺の沈黙を埋めるように、他愛もない話をしたり、ご飯やお酒を勧めてくれる人だった。今のあなたはまるで別人です。頭を冷やして、島の人に迷惑をかけないでください。鈴村、待ってくれ。疲れているんじゃないですか。仕事のことで悩みがあるならいつでも相談に乗ります。俺も無職だから偉そうなことは言えないけれど。仕事辞めたのか。カメラマンになったんだろう。どうして。クビになりました。鈴村がクビなんて何をしたんだ。女上司に気を持たせたりしたんだろ。上司は40代男性でした。寂しそうな顔をして気を持たせる素振りをするくせに、お前はいつだって懐かない猫だった。怪我をしても一人で傷を舐めるような。懐いてましたよ。先輩の家は居心地が良かったです。嘘つけ。俺たちが何をしてもお前の病気は治せなかっただろう。病気。一人が怖いくせに一人でいる病気だ。ああ。そうか、おばあさんが亡くなったのか。お前両親もいないのにな。かわいそうにな。
あの、お元気で。強引な取材はもうやめてください。お願いですから。ごめんな。先輩が無神経なことを言って。あんな人じゃなかったんだ。きっと何かあったんだと思う。もしかしたら、彼女と別れたことが原因かもしれない。とても仲が良かったんだ。可愛くて優しい人で、仕事の都合で会えなくなったのかな。ああ、ごめん。なんで、ソータが謝るんだよ。あいつはただの大学の先輩だろ。それとも、それ以上の関係があんのかよ。まあ。あんのかよ！お世話になったんだよ。泊めてもらったり、ご馳走してもらったりしたんだ。いい人、だったんだよ。いい人はあんなこと言わねえよ。一緒にいたくせに、お前が一人なんて。俺が一緒にいたなら、一人だなんて言わないし、言わせない。俺がいるだろって言うよ。ありがとう。笑ってんじゃねえよ。お前、あいつにいじめられてたんじゃねえのか。いじめ？あいつと話してるとき、ずーっと表情がなくなって、びっくりして引き離したんだ。あんな奴の言うことを真に受けんなよ。いじめられてはないよ。カツアゲもされなかったし、縁から出るなとも言われなかった。縁？ヤンキーは円を描くんだ。本当か？うっさんくせえな。なら、池袋のカラーギャングの話だったかもしれない。神隠しの話、どこまで知ってる？触りくらい。誰も真相は知らないんだ。知ってるのは兄貴だけだ。お袋も死んだ親父もしこたま兄貴を問い詰めた。でも兄貴は何も言わない。神隠しにあった期間のことを？ああ、覚えてないって言ってる。だけど多分嘘だ。ああ、兄弟だからそのくらいわかる。俺も神隠しの話題は嫌いだ。だけど、神隠しがなかったら、俺は生まれてなかった。どうして？兄貴がいなくなった代わりに、俺を作ったんだよ。夫婦仲は冷え切ってたのに、ご苦労なことだよな。だから、本当は、俺はあの家にいなくてよかったんだ。そんな風に自分のことを言ったらダメだ。やっぱ孫だな。花ばあちゃんと同じこと言う。でもまあ本当なんだ。お袋なんて
親父が死ぬまで滅多に俺と話さなかったし、親父は死ぬまで俺に怒鳴ってた。俺にどうして欲しかったんだろうな。ああ。未だにわかんねえよ。この件、兄貴に報告した方がいいだろうな。すげえ機嫌悪くなりそう。黙ってる自分が悪いくせに。あいつが家の中、めちゃくちゃにしたくせにな。いうところが俺はダメだ。何かしたいのに。でもま、黙ってても後でなんやかんや言われるからな。一応話して。俺も君と一緒にいたら君に一人だなんて言わせなかった。そうできたならいいと思う。ごめんな。なんて言ったらいいかわからなくて、司みたいにうまくないんだ。別にうまくなくたっていいよ。あ、ソータの言葉がいい。言ってみ。なんか。なんかって。俺が忘れてて悲しかったとか、一緒にいたら味方したとか、そういうのだよ。夕暮れのまま、水に沈んだ町みたいだと思ったんだ。何が？君や、君の家が、物悲しい夕焼けの景色のまま、水の底でじっとしているように見えた。うん、そこに手を入れて、触ってしまっていいのか、悩んで、わからなかった。今日に嫌なことをしたくなかった。今日がしてほしいことをしたかったんだ。今日は怒るけど、どうしたって君は可愛くて、いいものばかりあげたくなる。でも、それが見つからなかった。改めて話すと情けないな。こんな感じだよ。あ、もっと言う？いい。帰ろうか。お腹が空いた。そうだな。ちゃんと掴んでる？掴んでるよ。自転車なんて久しぶりだ。転ぶかもしれないから。そこはダメ。くすぐったい。そこって。首の後ろ弱いんだ。ここは肩だろ。変な言い方すんなよ。ダメだって。今夜は満月だ。そうなのか。よく知ってるな。海暮らしなら
月の満ち欠けは誰でも知ってる。潮の満ち引きに関係あるから、月に合わせて生活するんだ。漁や進水式も全部。満月にはいろいろなものが満ちていくんだ。満月の夜には出産も多い。重力が赤ん坊を引っ張るのかな。さあ、今夜は海に行くなよ。満月の夜の海には誰も近づかない。波が荒れるのか。ああ、潮の満ち引きが激しくなるんだ。それに海の向こうからさまよう魂がやってくる。誰にも手を合わせられず慰められなかった魂や、この世に無念を残した魂が波と一緒に押し寄せて帰ってくるんだ。あれ、京ちゃん。京ちゃん、危ないよ。そうだ、前。大丈夫か、ソータ。お前も危ないって言うなら先にブレーキ踏むとかなんとかしろよ。危ない？言ったろ、俺に。ソータ？あ、海が。お前、真っ青だぞ。どうしたの、兄ちゃん。え？いきなり大声あげるから魚が一斉に逃げちゃったよ。大声？俺っすか？そうだよ、つかさーって。逃げられた乳房の名前かい？あんた誰かに似てるね。どっから来たの？俺はわかんないっす。